カリーノ宮崎は宮崎県宮崎市立花通り東4丁目にある株式会社カリーノが運営する商業施設宮崎市中心部に位置するこの施設はもともとカリーノの前身である小飛び屋が運営していた小飛び屋宮崎店が移転して宮崎久し屋百貨店として再開店したもので小飛び屋が最初に建設した百貨店形態の自社ビルである 2003年3月14日には、カリーの宮崎として再開店し、現在に至っている。ここでは、かつて、ことぶき屋が運営していた、宮崎久し屋百貨店についても、本校で記述する。かつて、九州最大手のスーパーマーケットチェーンであった、ことぶき屋の百貨店業態で、宮崎市中心部に立地し、ことぶき屋の店舗の中でも2番目の売り上げを誇っていた。 1973年10月22日に宮崎店が移転して宮崎久し屋百貨店として再開店したのが始まりである。2001年4月20日には大規模リニューアル、バリアフリー化されている。2002年2月にことぶき屋の経営破綻により閉鎖された。この閉店によりイオン宮崎ショッピングセンターが開店することとなった。2003年3月14日に カリーの宮崎として再開店。2007年10月22日には中心市街地のオフィス客をターゲットにした改装を完了した。ありがとうございます。